こんにちは、ノムです。パワープロプリやっていきます。今回は紫なし並木理論ですね、いきたいと思います。オリベ、クザダ君、イチロー、シラセ、めぐみさん、そしてコバルトですね。この構成でやっていきたいと思います。で、並木様に関してはめぐみさんのところに、アマネですか、まあ、入れてたんですけど、僕はちょっと違う形でやろうかなって感じです。で、サポートはヒジリと、あとはレイリーですね。で、守備力112組めるようにしてます。で、とにかく、かけらを序盤からね、めちゃくちゃな数入れてって、で、まあもう本当にセク1の後半から、セク2頭ぐらいから、2種標語を掲げ続けて、紫に関しても、1ゲーでどんどん取っていくという感じになってます。まあそんな展開ができればいいっすね。わー、どうしよっかな。でもまあどうせ、緑青組めるんで今回。チャンスナイス。そういう風に割り切りできるのも結構、いいとこかなっていう風に思いますね。おお、いいね。めちゃくちゃ入ってくるくない？救急ですね。ありがとう。超助かる。守備職人。結構コツはうまいこと取れているかなと思いますが、これはさすがにまあ行こうかな。センサーは別入れて、緑と青で、ある程度取っておきますか。まあ、他のかけらも使えるっちゃ使えるけど。これで、紫以外はもうすでに10ずつある状態ですね。結構緑の蓄積岬がいろんなとこで組めるので、そういうところのメリットは活かしていきたいなというところですね。これどうしようかな。前で良くないかな、これ。あ、総流滝で赤入れて踏んでもいいけどな。別に今経験点欲しいわけでもないですけど。まあ、ちょっと、まあびっくりしてるんで引かれはするんですけど。これで踏んじゃいます。これでクザと踏みましょう。パワーヒトル。高額打法をくれ。チャンスも欲しいから置いとくけど。うわ、コツ。おお、いいね。ありがとう。紫はやっぱ同様、どうしようもできないって感じですね、正直。クザともう一回お願いします。チャンス、オッケー。早めになんとか、もう一回、広角打法をもらいたいところだが。まあ、なんか最近キリルずっと入れてたんで、キリルと二人だとね、ほぼほぼ取り逃さないんですけど、ちょっと一人だとね、心配なところはありますね。いや、セコ作れ。しょうがない。で、コンボでコツ取っていきましょう。冷静もらいます。やっぱりこのコンボリンゴのキャラたちはコンボでね、バンバンコツくれるんです。でかいですよね。赤が組めない。マックスパワー使いますか。他も微妙ですしね。ここは入れちゃいましょう。どっかでどうせ使うんで。で、ナイアンダだけ自画撮りしておきます。他のところのコツで、コバルトからはいろんな標語もらいたいんでね。ありがとう。すげえ数になってんな、すでに。すげえ数になってんな、すでに。かけらの数、えぐくないか、これ。ここはすごく似合ってる選択しといて、地上祭をもらいます。上でいいかな。もう赤そろそろ組めるよね。37、やば。おー、これ結構強いんじゃない？赤2つ入れちゃいますか。一ゲーもう入れられるな。一ゲーもう入れられるな。オッケーオッケーオッケー、悪くない。400オールだから、まあ、1600点ぐらいかでも。まあ、そう思うとやっぱ、偏り峠って強いなというふうに思いますね。多分これぐらい人数集まってたらほぼ完走すると思うので。どうなんだろうな、結局必要ないかな。なんかちょっとこの辺はなかなか判断に難しいところですね、まだ。いいですね。まあ、序盤のセク1でこれ踏めたらかなりありがたいけどね。おー、悪くない。
ちょっと紫もうちょいもらいたいですね。うまいこと。一応ここ緑も組めるしっていう感じなんで、かけらもいっぱいもらえるしっていう。一芸って結構重要なんだな。うん、いいんじゃない。すげえかけらの数。まあ、いいんじゃないですかね。おー、5196点。まあまあ、いいです。まあ、いい感じですね。かけらめちゃくちゃあるからね。さ、一番後ろで畳みかけるのがいいので、かけら青かな。はい。うん。いいんじゃない？結構経験点出ますね、思ったより。普通に強いんじゃない？これ。マジで、すごいな。面白いわ。これが正解かどうかはまだわからない要素がまあ大きいですし、なんとも言えない感じはありますが、普通にめっちゃ強いね。はい。ありがとう。ナイスダッシュ。あとは紫を早めに。紫が。少しずつ数が紫入ってきてんで、まあ、うまいことやりたいなっていうのと、緑赤にしてもしなくても一緒か。結構経験点入るな、本当に。まあ、どうだろうな。まあ、入ってはいるけど、4000点級とかにはなってないんですね。やっぱ1000、まあ、頑張って2000点ぐらいの感じですね。ああ、いいですね。強い。めちゃくちゃ集まるじゃん。謎に。謎にめちゃくちゃ集まるやないですか。これは、なんだか強いですね。なんだか強いですね。すげえ。おもろ。ほんと、この高校の無限の可能性を感じますよね。ああ、こんなことできるんだ、みたいな。これさ、技術だけだよね、カンストしてんの。他はまあ、ほぼほぼ、ほどほどなので、ちょっと技術だけは確実にゼロにしたいですね。ゼロにできるかな？できました。うん。かけらがマジでえぐい量入ってくんな。すげえ。めちゃくちゃすごいな、これ。めちゃくちゃすごいな。マジでとんでもない、とんでもない量のかけら入ってきてんだけど。あ、こことかそろそろ組めそうですね。使い放題だもんな、かけらあるから。で、緑。まあ、かけら別にもう集めんでもいいもんな。練習後のやる気で、とりあえずやる気取り戻そうかな。っていう使い方ができるようになってきたのが、すごいね。すげえ。はい。紫をなんとかどうにかこうにかしていきたい。まあ、ここを積極的に踏んでいきたいですね。まあ、もちろんタックが強いときは、ちょっと王相談にはなるんですけど。ああ、まあいいんじゃない。強え。普通にめっちゃ強え。めっちゃ強え。体力が消費しなくなった。偏る峠今3回ですね。結構ここ組むの大変なので、強っ。え、緑赤にするだけでしょ、これ。やば。知恵のかけらはちょっとまだ、欲しいんじゃないのかな。限界が。紫はちょっと積極的に使うのは控えた方がいいかな。つえー。土着卒よし。今誰だったコツ？コツは、なるほど、この二人か。
うん、いいんじゃないですか。どし強い。マジこれマジこれとんでもないほどなんか来ているような気はするんだが、ここも踏みたいけど、まあ、ここも踏みたいですね。ああ、紫1個入れてみたいな感じではないですね。積んだ積んだ積んだ、踏むとこない。紫は継続不可か。ちょっとこれも踏むの何とも言えない感ありますね。ただ踏むところが、まあ、ここ行くか。いやー、紫踏みてえなー。踏めねえわ。踏めねえわ。ちょっとここは、まあ、無理なんで、頑張ってやっていきましょうって感じですかね。臨床か。まあ、バーストとか入ってるんで、その辺取ってもいいけど。はい。まあ、とにかく、紫ですね。早めに、どうにかしてあげたい。話聞く、飲む。ここは体力をね、削っておくっていう。どうしよう。これもう強いですけどね。赤で組んじゃうか。かけらー。かけら。かけら一応ここだったらもらいたいですよね。青がすごいね。青と赤の数がとんでもないですね。うん。これでいっかなーで。はい。他は今のところは、まあ、組み込まなくても、いいかな感はあるけどね。まあ、いいんじゃない。強っ。はい。よし、いいね。で、おかげさまで、回復はしやすいと思うので、かけらで。ちょっとこれ、紫を消費するのが嫌なんだよな。半分未満2つもあるんで、結構、回復すべきだと思うんですけど、するか。これちょっとするべきだわ。多分、すぐなくなるんじゃないかな。うん、ちょっと紫は積極的に踏みたいですね。ここも、まあ、弱くはないんですけど。サクサクっとやらないとなかなか前に進めないんじゃないかな説ある。はい。これで何回目だ？それが気になる。まだ4回、6、5回か。あと2回か。これだけやっぱね、ですね、ここじゃないと結構踏みにくいので、まあネックだな。メンタルで踏んじゃうか。これ別にここの筋力とかけら欲しい感じではないので、踏んじゃい踏んじゃい。ちょっと無駄ターンだな今の。うん、いいでしょう。残り1回これを踏めば、まあ、ここに要は、なくなりますけどね。なくなりますけどね。とりあえず用済みにはなりますけど、これ、出し、禁酒でこの威力か。そんなに良くないね。ここでいいね。走塁でいいですね。まあ、禁酒であの威力だったら別にいらんわ。で、踏みましょう。ほい。よし、ようやく紫も終わり。長かった。あとは、多分紫となんかの掛け合わせ、あ、気分転換しなきゃいけないのか。掛け合わせがあれですね、できてないと思うので、混合練習も、まあ、楽ではなさそう感はあるな。ここ踏むか。あ、行くとこないですもんね、現状。
ちょっとここ体力を消費しないからさ、そろそろ消費したいんだけど。そろそろ消費をしたいんだけど、体力の。威力がね、下がっちゃうんで、限界バラの。うん、19,790。まあ、かけらの数が、やっぱり他の時と段違いなので、そういう意味では、まあ、一概に比較はできないですがって感じかな。人が集まんないと結局感はあるな。一番上か。はい。かけら入れておきましょう。で、そのままタック踏めば OK ですけど、筋力は割ともう、いっぱいいっぱいにもなってきてます。ロバンとか取るか。槍、うん、いいんじゃない。はい。で、踏みましょう。やばいな、体力の消費がしないから進めねえわ。体力の消費しないからマジで進めねえわ。あ、やばい、全開したわ。全開はやばいな。青を入れてかな。強いかどうかなどは、体力はさすがに消費しないとこれきついですね。っていう状況。これ何になるんだ。弱え。弱え。この一番下のやつが完全に悪だな。完全に悪ですね。どうしようかな。まあ、走塁で踏むべきなのか、ここで踏むべきなのか。まあ、紫、詰めるけどな、一応。これ積んじゃうか。で、鍛錬にはなるんですけど、まあ、これで、いきましょうかね。うん。紫も頑張って積んで、で、できればですけど、いや、そんなバカな。で、これで、とりあえずロリータは入った。まだ、取ってないと思うので、打球伸び。赤が入れられません。わー、行くところが。一番後ろ、撤廃ですね。撤廃して紫入れる感じか。紫はな、紫はマジでちょっと慎重に積んでいく必要ありますね。意外性、うーん、まあ意外と筋力やっぱ過剰するな。打球伸び、うーん、なんとかしとかないといけないのはわかるんだけど、あと一箇所積んだら行くな。っていうのは頭に入れながらやりたいですね。怪我取っちゃうか。で、はい。紫をなんとか増やしたい。おお、いいね。ほーん。まあ、ここなんだろうな。体力がな。体力をマジで消費しないっていう。消費していかないと、点数増えねえ。OK。うん。これで一応、混合練習も仕掛けられるようになりました。代打の神様。強いね。これ、二種連にしたいね。ここ2種にすると結構強いね。緑青、緑青にする必要ないか。青だけで大丈夫。ただまあかけら手に入れられるんであればこれ入れちゃってもいいけどな。赤がうまく次から入ってくるかどうかは謎なので何とも言えませんけど、あり余ってるからいいかって感じで入れてもいいんだけども。難しいな。緑なく、まあ、とりあえずいいかな。
とりあえず入れちゃうか。はい、強いね。まともそうなタックに切り替わりました。肩ガーッと上げましょう。うん、これでいいのかな。うん、ちょっと使った方がいいかな。まあ大丈夫そうだけど。いいね。かけらが入ってきました。そろそろ何時も組み込める感じになってきたので、まあ入れてあげたいなっていうところかな。ここに入れちゃうか。紫を大量に消費しますが、それかまあここを中心に組んでいった方がいいかな。魚心あればと、まあ他って感じですけどね。結局青が2枚なので、多分組んでも厳しいんじゃないかなと思ってるんですよね。5人集まろうが何しようが。うん、そう考えるとこっちに組みたいな。とりあえずここに緑組んでって感じにしよっかな。やる気は大丈夫。紫は使いたくない。体力の消費はしたい。そう、体力の消費したいってなるんで、それが本当に難しいな。体力の消費したいんだよな。うん、まあいいでしょう。取れるもんあるかな。広角打法は待ち。他本類生還速攻一発逆転もまあ取ってもいいかもしれませんが、タイスト取るか。はい、で、肩練習踏みましょう。とりあえず体力消費させて、まずは話はそれから。バントで、イチローさん走りまして、精神的支柱と決勝打入りました。まあ、ここに組んでいきたいですよね。魚心あれば、なんちゃらと。これ外したいんだよな。緑、青。青一辺倒でもいいな、別に。赤、すごい数あるな。赤でいいな。赤でいいな。赤、青で削っておいて、で、こっちに、いろいろ組んじゃいましょう。魚心あればと、これを二種標語。すげえ、贅沢。強いね。二種を同じところに掲げるとかマジ強いね。経験点の伸びが爆発的にあるので、困ったね。臨床点結構あるっすな。筋力と400、500、まあ大丈夫か。ちょ、精神入らねえな、やっぱり。精神はマジで何時で入れないと入らない説あるな。これはまずいかもしれん。あー、強いか。強いが紫が切れそう。切れちゃってしょうがないかな、これ。んー、まあまあこれしょうがないかな。かまあこれ先踏んじゃうとかね。いい、かけらもらっとこう。精神やばいな。ほうほうほう。あー、筋力でもいいけども、結構いろいろ難しいな。ここ踏む？
ちょっとでもやっぱ尻すぼみしかねないですね。ダッシュの方がいいかな。筋力足んなくなってきた。いろいろ、まあ、頭は使う感じですかね。はあ、人がおらん。肝心要の人がゼロ。これひでえな。まあ、ここを踏むしかない。うん。ちょっと失速している気はしています。あ、強い。紫入ってない。おいね、紫入ってないのか。とんでもないことになってんな。とりあえず、敏捷点がネックなのかな。他はどうとでもなってますね。敏捷か。もうあと、攪乱しかないと思われますゆえ。肺がん一回する感じかな。で、精神は使えないので。まあ、こういう感じか。はい。左キラー、おーい。それくれるんだったら一個早く欲しかったわ。鉄壁ナイス。で、攪乱を取るか。他の特能でごまかすのか。ごまかせるんだったらごまかしたい。あと25。ちょうどですね。はい。これで、踏みましょうかね。旗はなくなりました。ちょっと気をつけたい。ただ残り一周なんで、まあ、なんとかなるでしょう。まだ一回目か。80、すごいね。あ、肩が入っちゃったから、なんとも言えない感じ。まあ、ここを先踏んどけばいいかな。モブを踏み続けた感じだな。おお、まあ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 、かけらの残り数を考えると、突き詰めたら面白そうだな。なるほど、微妙。これは、流し打ち取っちゃいたいな。ちょっと今バランスが何とも言えないので、さばかなきゃいけないけど、ちょっと筋力、いや、まあ流れ的には、いやー、きついね。いやー、技術精神使いたくないもんな。いや、さばけないかな、これ。なんとか。無理か。精神使ったら結構きついんですよね、やっぱり。まだ、ミートとかも終わってないので、これ、やると、崩壊しそうだな。ただ、まあ、他踏むとこねえんだよな。明らかに、弱いですしね。すべてが。いや、マジで、すべてが弱い。踏むしかないか。ちょっとまあ無理するしかないですね。さっきもうちょっと綺麗に触れてた気がするんだけど。走塁。攪乱か。攪乱。357。なんかギリギリいける？470。ギリいけるな、これ。肺がんするか。で、20。10。取れねえか。じゃあ、高速チャージワンチャンいけるかなって思ったんだけど。てか、いけてねえ。480やん。あー、じゃあ高速チャージ取るか。まあ300点はしょうがないって感じですね。はい、これは諦めよう。はい、よし、 OK。
で、自分の打席プレイ。たーたたたたた、アベレージヒッター、もうもらえてない。これ、敏将がマジでやばいな。敏将点来てんな。で、ロリーダーでしょ。やばいかも。行きましょう。はい、勝てました。OK ですね。次、行きましょう。ナイス。かけらどうするかな。おー、ようやくまともそうなアタックが入ってきましたねと。しかもこれ赤が重なってるんで、青を積み込めばいけるって感じか。青積み込んじゃおう。積み込んで2種連にしていいよね。走塁とか来るとちょっと嫌だけどな。肩、守備。走塁になりそうだな。これなんか走塁の雰囲気を感じませんか。それか筋力になるかな、もしかして。まあそう考えると、これで様子見してからの方がいいかな。あ、肩になりましたね。じゃあいけるわ。強いわ。肩、すんよ。気力が減りにくくなるとか組んじゃおっかな。まあ、後で回復自体はできるんだろうけど。青か。どうしようかね。なんか入れ替えするんですよね。結局ね、これね。まあいいや。余ってるから使っていけ、精神で。999。精神も割と入ってきますね、これで。印象は？印象はそんなに入ってないんで、まあ、そこまで警戒はいらないかな。999なんでね。これでいいか。で、ここさばきの。これでいけそうかな。700。一個振っとこう。うん。いいんじゃない？強い。新しい混合連合っていう感じのアタック。もう赤が組み込めない。ただ赤2つ、いやー、よー、強いね。紫組み込めませんが、この肩守備はちょっと強いんじゃないですか。技術カンストしてますわ。技術はカンストで、もうちょっと振りたい。5ポイント。無理か。こうじゃ無理だね。サブキャ。15ぐらいだったらなんか、ありませんか。まあいいか。鉄壁チャンス。800点か、無理しょう。はい。これで OK かな。強い。かけらも戻ってきた。だいぶ戻ってきたな、かけら。かけら90とかあるんだけど、すごいね。ここ踏んでもいいな、バランス的には。もしくは、ここは真っ赤にしていくかって感じね。走塁になりそうだな、外したら。外したらこれ走塁になりそうじゃないですか。走塁になりそうだな。走塁になるともういらないんですよね、間違いなく。そう、まあ、とりあえず外してみようかな。外してみてちょっと考えますわ。赤入れるんだね。あ、打撃でした。よかった。じゃあ入れて大丈夫か。何時入れる？何時ここに入れるの全然ありだな。青は結局集まってきやすいと思うので、何時ここに入れるか。うん、強いね。めちゃくちゃ強いわ。
はり腐っても何し。精神か。まあなんか精神はどうとでもなるでしょ。捕獲打法まだか。さよなら満塁。まあいいんじゃない。そろそろ打球伸び意識しとくか。これでとりあえずいいかな。打球伸びいったんで、もう適当にここをつけてしまって、さっさともらっておきましょう。いいね。ナイス。降格ください。いやー、くれ。いやー、いいですね。うわー、強いね。認証いらないんで、ちょっと取る必要性を感じないが。これ、赤を青にチェンジして。これでいいかな。うん。まあ、普通ぐらいかな。さてさて、振り方が難しくなってきたぞと。割とでかいコツが全然来てない。です。はい。わあ、重て。重たすぎでしょう。ちょっと重たいですね。なるほど。技術が。わあ、いらねえ。そうだな。いらねえ。いらねえな。いらねえな。何回、何回見つめてもいらねえな。いや、バランスが難しいな。逆転。いや、これ、マジで敏捷が。結構な無理ゲーですね、敏捷は。で、これ技術精神。圧倒的に頼む技術精神。紫を叩き込んで打掃にした方がいいのか。ちょっとかけらなくなりそうですもんね。タック自体強いんで取ってあげたい気持ちはあるんですけど。紫入れたら強くなるんかな。ちょっとそれも。わからない。400点か、技術。でけえな。広角打法取れるのもありがたいしね。うまくいけば。これ。バランス。なんかパワーマジで200ぐらい上げたいわ。いやー、ちょっと厳しくなってきた。打撃とか、ちょっと他のとこ踏みたいですね。いや、くれないんか。もう何回踏んだかわかんないぐらい踏んでるけど。守備。あ、踏みて。守備とかめっちゃ踏みたいな、これ。紫は、ちょっと入れられないみたいですが。ダッシュ。いや、こっちだ。どう考えてもこっち。海岸していくしかないか。ちょっと筋力なのか、あれなのかわかんないんですけど、敏捷なのか、現状ちょっと不明ですが。うん。かけらはいっぱいあるんで、回復は行っていきましょう。あ、まだ終わってなかったんか。お願いする。ほう。はぁ、ちげんだよな。資源だよな。もうちょっと守備キャラを入れないとダメかな。まあ赤はここ組めるんで、赤入れてしまって。体力の消費が増える。うん。まあいいんじゃないですかね。ちょっとギリギリまでなんとか耐えられません。耐えられません。耐えれたらいいなとか思ったんだけど、耐えれなかったわ。変更石化。まあ、敏捷使うっていう意味ではいいんだけど。
おお、いいね。ナイス、祝福。うん、なんかセクヨン失速してそうだわ。まあいいんじゃないですか、そこそこ。そこそこっぽいけど。いや、キャッチャー。やばい、バランスがやばい。バランス、いやー、なるほど。だいぶ、やばいかもな。いきますか。はい、勝てました。オッケーですね。次行きましょう。打撃、踏ませてほしいな。強打撃。ここか、ここか。結構究極だな。思い切って外してメンタルになるとかだったらありがたいんですが。そんな美味しい感じになりませんか？ちょっと思い切って外してメンタルになるないかな。ああ、走塁なんだよな、やっぱり。やっぱ走塁なんですよね、結局。しゃあねえな。面相で取りたいからね。かまあ、ここをさばいていくか。ただ、肩はもうなくなりそうだからな。うん、ちょっとおいそれとはいけないですね、肩は。うん、しっかり完走してくれた。そしてまた、これは、精神系です。精神系やばすぎやろ。紫、もう組めないですね。まあ、筋力もらってもな。って感じですよね。まあ、精神はありがたいにはありがたいですけど。いやー、むずいな。コバルトいらないな。コバルトいらないな。これ打撃オンリーになってくれた方が全然ありがたいんだけど。ダーにはならないですね。筋力いくか。筋力どうしたらいいんでしょうね。まあ、筋力はまださばけんのか。はあ、わからない。わからない。正直わからんが。精神が欲しい。うん、ちょっとバランス悪いですね。ちょっとこの辺が次回以降。まあ、課題かなって感じです。アベレージヒッターとかも重いんで、現状。重て。すべてが重て。すべてが重て。行きましょう。はい、勝てました。OK ですね。さあ、ラストターン。技術、めっちゃください。走塁。メンタル。踏めない。ここのメンタル1か。なんか精神が増えるやつ入れたいかな。増えるかわかんないですが、これと、これよ。精神が増えるやつってなんかどっかあったよな、赤のやつで。あ、これですね。これを入れよう。赤。これで、これでメンタル踏みます。これが最大でしょ。はい。さてさて。まあ、なんとか、ここで触れる分が獲得できたんで、それに関してはありがたいんですけど。いきますか。はい、勝てました。次行きましょう。走塁。まあ、精神結構入る。踏むか。で、さくりまして。で、ちょっと金徳関連取ってないのあれば気にしときたいですね。高額打法とかまだか。リベンジ。だけかな。あ、金徳はリベンジだけですね。他は、まあまあ。
広角阿部比、いや阿部比取れるかな、いきますか。はい、勝てました。 OK ですね。次行きましょう。 OKOKOK でラスト守備ありがとう。まあ阿部比のことまで考えるとちょっとイズダン残しておきたい感じなのと、キャッチャーとか取ってないね多分。731敏捷と筋力は不可比かな、不可比ですね。ちょっとまあこの辺のバランスはデッキを考えたい感じにもなってますかね。行きましょう。はい、勝てました。オッケーですね。さあ、どんなもんでしょうね。まあ、バランスのところは、また、おいおい考えなきゃいけないなっていう感じですけど、まあ、かけらがね、全くと言ってほど不足しないサクセスになるので、なんかそういうやりやすさは、あったかなっていう感じですかね。はい、ということで、5965点でした。ということで、振っていきましょう。はい、ということで、振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じでした。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、18段かな。で、80、91ですね。さあ、どんなもん。はい、ということで、PD6 でした。まあ、バランスっていうところと、もうちょっと経験点出せるといいなって感じですけど、まあ、そのあたりはやっぱ噛み合いはあるかなっていうところなので、まあ、次行こうかなって感じですね。一生入ってくるかけら。それをまあ、こう、うまく使いながら回せるといいなっていうのと、やっぱ精神経験点はね、結構それでも難しいところがあったので、まあそこは考えなきゃいけないかな、なんていうふうには思いました。ぜひぜひ皆さんがどう感じられたかコメントいただければ嬉しいかなというふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。